どうもブルーです。違うんか。今日は、某恵比寿の、僕らの本拠地恵比寿の、とある場所にあれですね、僕がレッスンしているゴルフプラスに、なぜヨロが来たんですか。あれれれれ、とうとうついに人の手を借りる時が来ました。お金をかけて人の手を借りる時が来ました。半ば強制レッドからレッスンをしろと言われて、ここ恵比寿ゴルフプラスに来て、今日入会手続きをするの、もうさせに来ました。イエローをで本来本当ブルーも来るはずだったんですけど、ちょっとスケジュールが合うんですね、今日はイエローだけね、まあ、このまま、まあ一回あれはね、ロシアプロにご挨拶でもしに行きますか。いや、まあそうですね、とりあえずはそうですね、年中無休でやってる。いや、恵比寿ね、ゴルフが上手くなる。そうですよ、なる。朝7時から夜11時まで。すごいですね。すごいでしょ。すごい。まあこれ、ちょっとゴルプラの中身は今から紹介します。行きましょう。はい、行きましょう。はいはい、はい、で早速6回上がってきましたけど、もう入会バッチッてしちゃって、今日実は、イエローの体験レッスン、体験、もう僕が尺じゃねえ、そのコマ取ってるんで、予約してあります。あ、体験、体験レッスンやってます。いや、今日取ってる、取ってる。これでさ、すごい先生とさ、反りが合わなかったの、まあ、やばいじゃん。反り反り反りが合わなかった。そりで、まあ、確かにそうですね。まあまあまあ、まあ、まあ、いい大人なんでお互いすり合わせてくると思います。手ぶらっすよ、だって。あ、大丈夫なんですよ、ここは。手ぶらでレッスン受けられるんですよ、何もなくても全部貸し借りで。神、神。なんで、体験レッスンしたい視聴者の人いたら、恵比寿来たらちょっと電話して、あいつと体験レッスンできちゃうんですよ。なんだって。え、マジっすか。じゃあちょっと今日何にもこのままで、もう何も、靴はちょっと動きやすいね。靴も借りる、何でも借りるんで。あ、本当ですか。じゃあ行きましょうか。でもパンイチで来れるんですね。パンイチで来れますね。おしゃれですね、おしゃれの塊ですね。さすが恵比寿ですね、本当に。あ、これ個室もあるんですね、先生。じゃらーん。あ、ヨシアプロです。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエローです。あ、イエロー、ヨシアと言います。あ、よろしくお願いします。もう存在はYouTube で、あ、ほんとですか。はい、確認しております。あ、ほんとですか。はい、はい。ヨシアでもイエローの動画って見たことありますか。あの、一度、見たことあります。あ、ほんとですか。はい、美女となんかの、あ、はい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 、まあまあなラウンドした日ですね。まあまあなラウンドの日ですね。で、今日は吉田先生にイエローの体験レッスンをちょっとやっていただきたいんですけども、イエロー、今日何をやりたいですか。今日ですね、飛距離を伸ばしたい。飛距離を伸ばしたい。はい、お、わかりました。先生、いけますか。いけると思います。20ヤードぐらい伸ばすことができます。ちなみに彼、平均180ヤード飛ばないぐらいなんですよ。そうです、ドライバーが。で、ちょっとなんか、ここらあたりやるのが、なんかこう、なんですか、こう遠心力うまく使えてないんじゃないかなみたいな。ああ、なるほど、なるほど。ブルーにも言われたんですけど、なんかヘッドスピードが42、3ぐらいあるのに、180ヤードおかしいと。なるほど。だからお前がおかしいんだって言われてヘッドスピード出てるのに、飛距離が180は、どうやっても合致しないと。なるほど。はい、ということで、そこのちょっと謎を、ちょっとヨシア大先生に、ちょっと紐解いていただいて。わかりました。はい、よろしくお願いします。じゃあ、やっていきましょう。はい、お願いします。では、現在のイエローのショットをちょっと。俺もいけるんですか。俺もいけるんですか。いけますよ。あ、じゃあ一応、まあ、ちょっと振ってみたかったエピック。ああ、フラッシュではないですね。フラッシュじゃない。フラッシュですね。前のエピック、ストライク前の。はい、飛距離が、これ行くよ、これ行くよ。あれ、エピックパワーっすか、これ。200ヤード、意外といいんじゃないですか。
俺エピックポーですか。出てます、ね、もう一回言ってみましょう。エピパですか。エピパですね。エピパですか。何なんだ今日は。いやいや、今日に限ったことではないと思う。うん、今日だけではない。おかしいな、おかしいな。引っ掛けるようになったね。そうなんですよ。ドスライサーだったね。そうなんですよ。え、うわ、エピパですね。完全にエピックのエピパって入れてますエピパって。エピックパワーですよ、絶対。いや、左じゃない。まあ、だいたい当たってで、190から200ぐらいって感じで、220までこれで伸ばせたらすごい、ね、そうですね。ここからエピパではないですから。うん、ということで先生、はい、イエローのレッスンよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そしたら西先生はなんか分かりましたってやるかと思って、はい、そしたら、はい、多分その見た感じですね、はい、思ったより振りが遅い。遅いです。で、大体速い人で構えてからフィニッシュまで 1.2 秒で来ちゃいます。はー、1秒ちょい、はい、はいはい、で、遅い人で 1.5 秒です、はい、ほう、僕それより遅め。遅いですか。遅いです。やっぱりその回転量が不足してるっていうと、あとはクラブのスピードがない、はいはい、だからやっぱりその、はい、インヒューが大体180前後になって、はいはいはい、ヘッドスピードをやっぱり上げないことには飛距離は上がらない。なるほど。あとはミート率ですね、はい、ミート率、はい、スピードとミート率を上げることがすごく大事になってます、はい、確かにあのミートしたくて緩めてる感は否めないです。ありますよね、はい、ありますよね、はい、でそこで、はい、あのイエローさんのスピードをちょっと上げたいので、はい、リミッター外してもらいます。そう、リミッター外してもらいます。リミッター僕得意なんです。得意ですか。最初はみんなぶん曲がります。はい、でもヘッドスピードは絶対上がるんです。ほう、で、ミート率は最初は落ちます、はい、でも練習することによって上がっていきます。ほう、で、そこでこいつです、はい、もうめちゃくちゃ重たいやつです。まあ僕は知っています。これです。めちゃくちゃ重たいです。これでもうガンガン振ってもらいます。僕は、はい、生徒さんに振らせる人は大体50回なんです。50回 ?50 回今日も50回。なんで振らせる側の人。マジっすか。まあ50回いかなくてもいいので、はいはい、とりあえず10回でいいので、はいはい、自分の限界っていうのを超えるつもりで振ってほしい、うん、なるほど。で、軽い筋トレみたいなもん。先生、甘やかしちゃダメですよ、彼は。ダメです、ダメです、厳しくやらないと。50回いきますね。50回。だってこれ、まあ、様子がおかしいのが、うん、まず、あ、これドライバーなのに、うん、これだってカーボンシャフトじゃないんですよ、まず。そうスチールなんです。これでもうまずもうおかしいですよ、はいはい、あとなんか違和感ないですか。違和感、まあもう重みですね。重みずっしりきてます。いやもうこれはもうひしひしと感じてるんですけど、うんうん、これはまずボールを打たないとしてほしいです。わかりました。はい、で、もうめちゃくちゃ、はい、ガンガン強い。はい、でも軸だけは、はい、意識してください。重っ。おっ。2。え、ずっとこっちでいいんですか。はい、いいですよ。3。やば。はい、頑張って。19。落ちるでしょ。はい、30。おー、よくやった。イエローさん、めっちゃ頑張りましたね。本当は50なんだけどね。本当は50です。50振ったら大会しますもん。そしたら今度めちゃめちゃ軽い。でこれは、はい、今の振ったスピードよりももっと速い。はい、はい、これですね。これです。
これ1200振ればいい。1200振ればいい。これも10回でいい。10回、これ10回でいい。いいね、なんかいい感じだよ。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいですね。これで、はい、まずヘッドスピードが 100% 上がって100% 上がっている。それで曲がってもいいので、はい、今ぐらいの上げた感じで、はい、ガンガン振ってみて、曲がってもいい。はい、はい、飛ばそうってんじゃなくて、もう自分のスピードを速く、とりあえず速く振ってみます。はい。そう。全然 OK です。OK。もう一回言います。多分もう息が当たってるので。当たるのが見たい。はい。もう一回行きましょう。OK。これ。いいっすよ。お、距離、ほら。あらーすげーすげー20だと近く上がりますか。なんですかこれは。もう一回言いましょう。とりあえず曲がっていい。スライスっぽいのが220コンテンツ。軸だけ。 OK。 これもいいんじゃない。 OK と。ワンバウンド目で、おー、おおいや、自分の中でめちゃくちゃ速く振りませんだし、もう振ってる感が半端ない。半端ない。あ、そう、はい、半端ない。いいです、いいです。あー、惜しい。いいね、惜しいっすね。当たり良かったね。でも、でもどうですか、感触的に。なんか、さっきの、うんうん、さっきに比べたら曲がる幅が浅くなったっていう。あー、曲がる幅、あーでもそうかもしれないですね。はい、お、確かに。まっすぐ飛んでいって、そこから緩やかに曲がる。はいはいはい、確かに、はい、そういう感じだと思います。はあ。やっぱボールを飛ばすためには、やっぱボールの初速も上げないと、はい、ヘッドスピードも上げないと、ミート率も上げないと、はいはいはい、でどんどん体の回転を速くすることによって、ボールも潰れる量が増えるから、曲がる率が少なくなる。確かに曲がんの。そうですね。でもミート率が悪かったら曲がる率は高くなる。はいはいはい、なるほど。横の回転の、ね、ボールが縦の回転、横のスピング量が増えてくるので、はい、曲がるに、はいはい、こういう理屈なんです。そうですそうです。もう一回ですか。いいですよ。これちょっとだんだんスピード落ちちゃうんで、一回ちょっと離れて、はいはい、ガチ振りするんです。ガチ振り、はい、そっちじゃないの。ちょっと今前に行ってそうそう、触れてんのかこれ。はい、です。いや、いい感じに触れてると思う。そうですそうです。行きました。いつもより確実に速くなってるよ。いいです、いいです。悪くない、すげえいいと思うな。高さも出てる。これ飛んだんじゃない。これはすごい。230ですよ。僕から実証しましたね。ここ初めてじゃない。体感50ヤードアップした。すごい。マジで。これを、はい、この繰り返しをするっていうことですね。なるほど。ドライバーなるほど。なるほど。はい。そうすると。イエローの飛距離は一気にグッこうエブンターがあります。うん、いや、マジっすか。そうです。振るんですね、振るんです。振らないとやっぱ飛ばないんですよ。合わせるほど曲がります。横のサイドスピンが多かったんですよ、合わせるほど曲がる。曲がるんですよ。軸をぶらさないことが一番大事。軸をぶらさずにしっかり振ると。はい、
130って30ヤードアップしちゃったね今回ね。すごいっすよ。おー、これいいぞ。これいいですね。これいいですね。ほら、曲がってるけど全然200近く出てる。おー、全然もう200ヤードラインでワンパンだ。そうもう奇跡奇跡もうドライバーでバカにはさせないですからまだ早いな。まだ早いな。これがもう手っ取り早い飛距離アップですね。上げ方ですね。で、イエロー今体験レッスン終わったんだけど、はい、どうすんの。どうすんの、うん、受けるでしょ。じゃ入会すんのでしょ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、あとはちょっとアッパースイング直してもらったりとか、なんかいろいろちょっと気になるところいっぱいあるんで。なるほど、なるほど、わかりました。ちょっと素人なりにちょっと、はい、改造されてね。はい、うん、はい、もうカチカチにもう基本の木からやっていこうと思って大事ですね。はい、大事です。じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうドライバーでバカにはさせないまだ早い。まだ早い。